読書中、頭の中で音読するのは正しい読書法なんでしょうかってことなんですが、あ、もう全然ダメですね。はい。どうせ音読というか、頭の中で音読しちゃうんだったら、声に出して音読した方がいいです。そうすると、目で見て、口で発して、耳で聞くっていう3つの感覚を使えるんで、その方が覚えやすい、覚えやすい。ところが、目で追うだけだと、目でその見て音読しちゃうとどうなるか、頭の中で音読しちゃうとどうなるかっていうと、聴覚情報も口も使ってないよね。だから実際視覚しか使ってないんですよ、読むときには。3分の1しか感覚使ってないので、記憶に残る可能性は低いし、さらに、音読しちゃってるから読むスピードが下がるんですよ。だから、目読はスピードを求めて、音読っていうのは感覚器を刺激して、記憶に残すことを求めるっていう違いがあるので、だからね、もったいないと思いますよ、シンプルに。